にちは、きこです。今日もサロンメンバーさんにいただいたご質問にお答えしていこうと思います。それではお悩みを紹介します。ニックネームニコッチさんからです。いつも楽しくなるほどなと聞きながら拝見しています。友人関係について質問させてください。私には数年前に韓国語のクラスを一緒に取った友達がいます。クラスが終わってからも年に数回食事に行く程度の交流がありますが、正直すごく気が合うわけでもありません。冷たい言い方になってしまうのですが、興味があまりないんです。彼女は私ともっともっと仲良くなりたいと感じているようですが、私はなんとなく距離を作ってしまいます。かといって彼女はいい子だと思うし、関係を切るほどでもありません。私の気持ちに正直になるために距離を置きますが、同時に彼女に悪いような気もして、そういう感情もめんどくさくなってきます。スピリチュアル的に見て嫌いでもないけど好きでもない人に好かれるときはどういうふうに理解すればまた行動するべきでしょうか。一人で悶々としています、ということです。はい、これもねよくあるんじゃないかなと思うんです。私も経験したことありますし、皆さんも経験したことあると思うんですけど、まあ、嫌いってことじゃないけど、そんなに気も合わない友達からめちゃめちゃ誘われるとかね、あると思うんですよ。まあ年に1回会うぐらいだったらいいかなっていう人に毎週誘われたりすると、ちょっとってなったりすると思うんですよね。まあ、時間も有限ですしね、ちょっと他のことに時間使いたいなって思うこととかもあると思います。こういう時に、これはどういう意味があるかっていうことと、どういうふうに対応していたらいいのかっていうことについてお話ししたいと思います。まずは、自分はねそんなになんだけど、相手からやたら好かれるっていうのは、おそらくエネルギーのズレがある時です。多分ね、ニコッチさんの方がちょっとエネルギーの純度が高いのかなっていうふうに思うんですけど、要はその上げる側ともらう側になっちゃってる関係の時って、もらう側は嬉しいし気持ちいいからどんどん会いたいと思うんですよ。でこれはね、エネルギーのズレとかを認識して本人がやってるわけじゃなくて、なんかあの人といると楽しいって思うんですよね。そういう人はで気持ちがいいっていうふうに気分が良くなったりするので、会いたいってなるんですよ。だけど逆にあげる側というか、まあ言ったら勝手にもらわれちゃうわけなんですけど、あげる側からしたら、そんなにいっぱい来れたら私の分がなくなっちゃうみたいな、吸い取られちゃってしんどいみたいな感じになってくると思うんですね。実際エネルギーって別になくなるものじゃないんだけど、あまりにいっぱい持ってかれると毎回自活しなきゃいけないからちょっと疲れてきたりするんですよね。だから単純に、エネルギーが合わないんだと思います。本来は合ったエネルギーの人といるとお互いが元気になる、会うとじゃねって別れた後もすごく元気になるとかなんですけど、合わない時っていうのは、会った後疲れるなみたいな、そういう感じになったりするんですよ。それってやっぱりその嫌いな人とか全然合わない人よりも、断る理由もないしなみたいな、悪い子じゃないしなってなったりすると思うんですけど、私の経験上この感覚を無視していくと、まあいいことにはならないですね。何かのきっかけで相手が急に自分のことを嫌いになっちゃうとか、自分が他の人と仲良くしたらそれを嫉妬されるとかね、なんかろくでもない関係になることが多いんですよ。まあそうじゃないこともあるけども、どちらにせよそんなに好きじゃない、そこまで、まあ嫌いじゃないけどそこまで好きじゃない人と、気持ち以上に求められるからって言って会ってたりすると、結果的に自分が疲れてちょっと嫌いになっちゃったりするんですよね。だからその方が相手にとっても自分にとっても良くないので、やっぱりねそれは見直した方がいいと思うんですね。で一つはまず、じゃあなんでそんな相手なのに断れないのかっていうところなんですけど、ニコチさんの、お悩みの本文の中には申し訳ないっていう気持ちがっていうふうに書いてあったので、罪悪感なんですけど、じゃあなんで罪悪感が出るかっていうと、要は自分が自己肯定感が低いからなんですよね。だから申し訳ないなとか、嫌われちゃったら嫌だなとか、そういう気持ちがあるはずなんですよ。これで相手が傷ついちゃっても嫌だし、で逆恨みとかされて嫌われても嫌だしっていうのがあると思うんですよね。で頭ではね、多分ねそんな人に嫌われたって別にいいじゃんって思うと思うんだけど、でもな、悪い人じゃないしな、いいとこもあるしなっていうのが出てくると思うんです。しかも自分のこと好きって言ってくれるわけじゃないですか。会いたいとか一緒になんかしようとかって言ってくるわけだから、それをなんか無限にしていいのかなって思っちゃうと思うんですよ。でもね、本当に周りに会う人たちがいっぱいいて、本当に自分の好きなことをしてるときって、本当にリアルにそういう人に構ってる時間なくなっちゃうんですよね。だから本当申し訳ないんだけど、ごめん忙しいっていう風になるんですよ。だからまだ迷えるっていうことは、自分が要は暇暇なんですよ、付き合ってられるっていうことは。だから本当に会うべき人と一緒にまだいないっていうことだし、いても少ないで、そういう人に、そんなに好きじゃない人に合わせちゃえるぐらいの余裕がある
要はエネルギーが余っちゃってるっていうことなんですよね。だから、そこのエネルギーを遮断するっていうのも一つだけど、それ以上に、自分が会いたい人に自分から会いに行ってください。だからそういう人たちに使ってる時間がなくなるぐらい行くっていうことなんですよ。でもね、これは多分私がなんとなく思うことなんですけど、ニコッチさん、自分が会いたい人に自分から声かけるの苦手なんじゃないかなって思うんですよね。声かけるのって断られたらどうしようとか、うざって思われてたら嫌だなって思うから、自分からはなかなかね声かけにくいと思うんですよ。だから誘われたらじゃあ行っちゃおうってなるっていう、まあ、嫌われるぐらいだったら求めてくれる人の方に行こうってなってると思うんですよね。でもね、それが結局自分が前に進めない原因なんですよ。要はそのエネルギーをもらっていく人、エネルギーヴァンパイアって言われる人だったりとか、ちょっと言い方悪いんであんまり好ましくないんですけれども、自分よりエネルギーの高い人にパワーもらおうってやる人とずっといると、前に進めないんですよね。悪い人じゃないんだけど一緒にいて疲れるとか、なんかネガティブな話を聞くとか、まあ、単純にね全然楽しくないとかって、それ要は自分の大事な時間とか体力を奪われてるわけですよね。まあ、奪われてるっていうか差し出しちゃってるんだけど、それってやっぱり良くないことなんですよ。全然自分を生きてない証拠なので、それよりも勇気を出して自分が会いたい人、行きたいところに行く。でその時にその人の気持ちが分かると思います。あ、こんな気持ちだったんだって、勇気出してくれてたんだっていう気持ちがね分かると思うんですよ。でそこは素直に勇気出して私に声をかけてくれてありがとうって終わっておけばよくって、そこで申し訳ないなって、こんなに勇気を出して誘ってくれてたのにとかは思わなくていいので、自分がねその人みたいに自分もどんどん会いたい人に声をかけていく。だからお手本として出てきてくれてるって思ってもらえればいいんですよね。だから罪悪感を感じなくていいです。逆に自分がね誘う時に、自分が一緒にいたい人に誘う時に思うと思うんですけど、いいよって言ってくれた時に、もしこれで本当はうざって思われてたらどうしようって多分思うと思うんですよ。で思って、なんか誘われたからいやいや来てくれてたらどうしようって思いますよね。でも自分がそれをその人とその人に対してねやってるわけじゃないですか。ね、それだったら自分が誘う側になったら嫌だったらむしろ断ってくれた方がいいって思いません？ね、だから自分が誘う側になった時に多分その人に対しても失礼なことをしてたなっていうのをすごくわかると思うので、これはねもうしっかり自分が会いたい人を選んで、会いたくない人に会ってる時間がないぐらいそっちに一生懸命になってほしいんですよね。で罪悪感っていうのは、自分の自己肯定感の低さから出ているものだったりするので、まあ、優しさなんですけどね、優しさなんだけど、優しさがあるからこそよく考えてみてほしいんです。それって結果的に失礼だよねっていうことに、相手にとっていいことではないっていうことなんですよね。だから本当に優しい人であればそこは頭で理解できると思うので、罪悪感はね、これはもう私の問題って、私が自信がなかったり嫌われるのが怖いって思う私の問題だから、ここは私が私の問題としてクリアをしていこうって、課題としてね認識すればいいだけなので、それをわざわざその相手に合わせてあげることで解消しなくていいです。うん、だからその自分の罪悪感をそこで解消しちゃうからやめられないわけなんですよ。それは別のところで解消しようって思ってもらえればいいので、そんな感じでね、無理せず適度な距離感をとって、別にバッサリ切る必要はないので、まあ、年に1回ぐらいだったら会いたいなっていう風だったらそれでもいいと思いますし、そういう時はね嘘はついてもいいと思います。自分の魂には嘘ついちゃダメだけど、それを叶えるための嘘だったり相手を傷つけないための嘘とかは全然ついていいと思っているので、ちょっと忙しくてねごめんねっていう風にお断りをするとかして、会いたいって言ってくれるその気持ちだけねありがたく受け取っておいて、自分の課題としては、逆に自分が会いたい人に声をかけるのが怖いなとかって思っちゃうところと、罪悪感を感じちゃうところ、じゃあこれはなんか向き合ってみようっていう風に、要はその人が課題を教えてくれたよ、見せてくれたよっていうことなので、その方とは適度なお付き合いをすることが相手のためにもなりますし、そこから学んだこと、このモヤモヤを通して自分が見えてきた課題に対して真摯に向き合うと、ニコッチさんにとってこの出来事がプラスの方向に行くと思います。ということで今日のお答えはここまでにしたいと思います。この動画が少しでも面白かったとか参考になった方はぜひいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ひこでした。プレミアムトークライブ開催決定。
11月28日初のリアルトークイベント開催決定。今回は少人数の20名様限定です。生でキコに会いたい方、目の前でお悩みを解決されたい方、ぜひお集まりください。詳細は概要欄から。